やほんまや。やばい。あー冷た。ここまで行きます。もうちょい行きますよ。もうちょい。もうちょい行ける。もうちょい行きたい。感じる早く。マジでやってんのやば。やばいって。もっと行きます。もっと行きます。ちょっと待って。やばいって。やばいって。もっと行ける。もっと行ける。ほんまにやばい。戻ってこいよ。これ。戻ってこいよこれ。エモいな。ごめん。ごめん。ちょっと出川さん、いかないと始まらないから今。あと半分、半分ちょっとごめん、ほんまに俺ちょっと待って、マジでこいつそんな起きちゃうぞ、こいつは。ルート行け、出川さんの仇を取るんだ。やばっ、強だよ、強。よし、出川、価格外に行け。お前も戦力外じゃん。これを誰か受け取ってくれ。うわああ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 あ、ここだ、ここだ、ここだ、やばいやばい、それはやばい。価格外の年間最後だ。地獄や。価格外の年間最後だ。あいつの使いです。ボロボロやもん。出してくれよ、マジで。あっちだけ、あっちだけ。あー、冷たい。いいよ、いいよ、じゃあやって。カレスマスは今年はやってこない。なぜなら共通、なぜなら共通、お前らは勉強しかやることないんだ。どんないける。違う、違う。ちょ、もたついてるな。もたついてんな、お前。もたついてんな、お前。引退する。じゃあ、ほんま引退やで、これほんま。YouTube 引退する。というわけで、今年もやってきた。受験生1時間耐久応援動画。やばい。解散。寒い。解散。というわけで、まずはこの俺からだ。俺たちは5年もこの行事を行ってきた。おかしい。一つ言いたい。最近気づいたのは、これは受験生のために俺たちが寒い中でね、やってるのをちょっと良かれと思ってやってたんやけど、意外と受験生にはちょっと響いてないっていうの最近気づきました。今日で引退する旨となりました。転換です。今年の共通テストで出る単語、皆さんにお伝えしたい。なんて読むんですか。トーチャー、拷問にかけるだ。こんにちは、ピロマルです。こんにちは、ピロマル。私がアホキャラやって思ってるみんな、舐めてんな。はい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 、自己完結してる。小学校から大学受験まではめちゃくちゃ勉強しました。っていうのも、あの、地頭がいい人っているじゃないですか。みんなのクラスにも違うんですよ。みんなのクラスにもなんか数学でだけできる天才みたいなのいると思うんですけど、そうじゃない、まあ、ピロマルタイプの、もしみんながそうやとしても受験をね、成功できるっていうことを言いたいです。だからみんな頑張ろう。うえ降りてるよ、骨。どうも、ルントです。はい。今かいよ。それ今かい。電眼さんが急遽負傷したため、僕が海に入ることになってしまった。まだ生きてるぜ。焦る必要はない。一歩ずつ一歩ずつ、10秒前の自分を超えていけ。おお、さすがルント。10秒前の自分か。何も変わらない。10秒前の自分より薄着になったぜ。おい、やれよ、お前。冷たい。お前らどうせ計算ミスするだろ、本番で。だから俺が暗算しといてやるよ。 I0A イコール
テグラル0から A までのルート 1+XDX、 これ積分してやろう。誰得やん、20と誰得やん。2ルート 3+A 分の1だ。よし、答え見るぞ。全然答えが違う。お前ら暗算するな。いや暗算せんやろ。受験生、いつもご苦労。たとえ共通テストになろうとも、俺は絶対に奴のことをセンター試験と呼び続ける。分かれる。それが俺の老害マウントや。受験生時代ぼっちでした。はい。今もやろっていうか。違う、受験生時代だけぼっちだった。だ今の方が友達少ないんちゃう。その女子友達は今いるん。あ、確かに、あの過去の方が多いです。ほら、そうやろ。ほら。いや、でも言いたいのは、あの毎日ね、まあ、同じクリームパンとエビマヨおにぎりっていう献立を週5で食べてたんですよ。やば。でも大丈夫。でも体調は崩さなかったんですよ。なので、まあ、過剰にね心配している人がいたら、まあ、本番ではね、まあ、おおよそハプニングは起こらないと思うので、心配しすぎないように今できることをやりましょう。人生は二択や。泣いて何？泣いて何？挑戦するか棒に振るかだ。おー、意外と普通にせやな。意外と普通にせやな。本来こういうの求められてんの。本来こういうの求められてんの。俺らがふざけすぎてる。俺はつくづく思う。お前らがかわいそう。なぜかっていうと、今 TikTok、 Instagram、 Twitter、 お前ら誘惑するものがたくさんある。昔よりも誘拐するやつら減ったと思う。でもお前たちはスマホという存在に誘拐されていることに気づいているのか。今もこの俺に誘拐されている。それに気づいたやつからどんどん出世していく、そういう世の中。でも大丈夫、俺は誘拐しても最後には君を志望校へと解き放つ。俺は昨日氷を水にした。ごめん、誘拐だ。何言ってんだって。誘拐っていう、誘拐の話してるから。当時頑張って覚えたことは今でも覚えているもんだ。俺はまだ元素を全部言えるし、ローマ皇帝も多分40人ぐらいいる。まあこれはね、役に立つかは分からんが、そこでね勉強して身についた知識というのはね、受験以外でも役に立つことがあるかもしれない。まあ目の前のね受験にももちろん大事だけど、そこにもねとらわれずもっとね、幅広い知識を探求していってくれ。おじいちゃん。お前それだけで得してるもんな。この演出得してるもんな。頑張ってる感じ。苦労してる感がすごい。受験生時代ぼっちでした。もうキラキラ、さっきキラキラ、ね、シリーズ2、ね、シリーズでいこうかなと思います。シリーズ2ね、はい、もし返却の日、塾の同じ他校のあのウェイたちが騒いでるわけですよ。で、私はというと無表情で、まあ、一人でこうやって見ると正直羨ましかったです。でもその無表情によって一喜一憂しない精神力が身につきました。なので、ぼっちでも大丈夫やで。受験生、これこんな量を勉強しないといけないかってうんざりしてると思う。でも大学に入ったらもっと勉強しないといけない。だからだから何ロトン何ロトン何ロトン。それでも意識高い系のやつだけ説あるけど、いやまあ結局一生勉強なんですよ。それはまあ確かにおっしゃる通りです。でまあこうやって科目って分けてるけど、よくよく突き詰めれば全部つながってるんですよ。そのつながりをね、勉強を通して切り開いていく、それが大事だと僕は思います。うん、はいはい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。お前たち、俺浪人の時周りはみんな大学生だったよ。高校の時の友達、そいつらが当時 LINE がようやく普及しだしたぐらいですぐ LINE を送ってくる。みんな LINE を覚えたてだから。それでグループ LINE で彼女ができたなんとかとか2週間前に見たことがあるけども、そんな奴らよりもいい大学生活を送ったぜ俺は。それはなぜかというと、結局そこを乗り切ったからだ。ラスト2週間ここで見た英単語出るぞ。
ここで見た数式出るぞ。頑張ってみろ。どうも。名前考えんな。名前がありすぎて選べないこともある。要は選択肢が多いってことは、それだけ人間の判断を鈍らせることがある。そこで言いたいのは、共通テストの国語の、一番最後の問題、1から6から2つ選べってやつ、だいたい2、6のパターンが多い。あるー。あるなー。うん、2、3やったかな。だから、まあ、マジで分からない。今のは国語、今のは国語の話だろ。数学で俺が一つデータを与えよう。数 2B の第4問のベクトル、これで内積が聞かれた時に1桁だったら 82% の確率でゼロだ。いや、間違いない。これ俺ちなみに当時調べたんだ。当時2012年の時に過去15年分のセンター試験のデータを遡って調べたら、内積って分数になりやすいんだな。だから1桁になるってことは 82% の確率でゼロ、時に1か2がある。以上だ。まぁ、あ、ちょっといいこと言おうかな、そろそろ。言ってるよ、十分。いきますよ。ずっといいこと言おう。まぁ、あ、ね、インスタの DM でよく来るんや。なんて、あのさん、やる気が出ません。出てやる気出ますか。甘い、甘すぎる。誰。あのね、やる気が出ますかって、おい、やる気を待ってるって、お前何様のつもりなんだ。やる気っていう恋人はいつまで経っても来ないぞ。自分から迎えに行くもんだ。そもそもやる気がなくても勉強をする、そしたらやる気ってのは寄ってくるんだよ。やる気を待つな、やる気を迎えに行こう。最後結構いいこと言ってんのに、ようわからんことでした。だけど原田さんの言ってることだったらしい。言っちゃえば。だけど、だけど、だけど、お前否定してるやろ。お前逆説使うの。いやでも楽しいんですよ。ありがとうございます。結局勉強しかできない関係しちゃいいんですよ。当時僕はウォークマンだけ持ってってね、ウォークマンと筆記用具と参考書持って行ってね、地区センター行って10時から9時までずっとね引きこもってました、受験期。そしたらね、やることないんですよ。やることないから勉強するしかない。そういう環境にいれば勝手になんか勉強できちゃうから、なんかやる気とかそういうものじゃないよね。もう やるのをそれしかないから、そういう状況に追い込んじゃうっていうのも手です。参考にしてください。モチベの話が出たからちょっと一つ言わせてもらうけど、俺もよく聞かれるんだ、電眼さんどうやったら勉強のやる気出ますかって。でもさ、俺が仮に勉強のやり方だとかさ、やって教えてさ、君のモチベが上がっても、それマリカでいうキノコ1個分だ。2秒後にはもうそのやる気は終わってるよ。一瞬の加速にしかならない。キングじゃないですよ。全然キングキノコじゃない。たった1個のキノコを俺たちが勉強するとこういうことがいいよって言ったとしても、君のやる気はキノコ1個分にしかならない、おそらく。まあ確かに俺たちにモチベを仰ぐのもいいけども、本当に大事なのはお前ら自身のカートを整備することなんじゃないのか。お前ら自身のお前ら自身のそのパラソルみたいな、あのパラソルみたいな性能、重さ、あれ性能差あるか、重さ、加速、そういうものを変えていった方がいいんじゃないのか。いつまでもクッパに乗ってちゃダメだぞ。お前らブロッコリーの立場になって考えろ。ブロッコリーあれは葉っぱのようでて実はつぼみなんだよ。そしてへーってなった。そうなんだ。だから本当だったらあれから花が咲くはず。おお、あ、サクサク見たことある、黄色いやつよ。そうです。その別に今いいけど、花開く前っていうのは結局地味なもんなんですよ。お前の花ささか赤ささかこの動画を出すとね、必ずコメント欄でね、こういうやつがいるんですよ。どういうやつまだ高1だからこの動画見て笑ってられるわ。笑みたいな。舐めてる。毎年いる。そういうやついるんだよ。逆にこういうコメント欄のやつもいる。高1の時に笑ってたけど、今受験生になってこの動画見たら泣けてくて草みたいな。いる。結局な、これは受験生のためだけの動画じゃない。今見て嘲笑っているそこの高校1年生、高校2年生、タイムフライズ、こう嫌なことしてるんですね。そうです。そうだ。
そうです。体感のある時間っていうものは年を老えるにつれて早くなっていく。で、そしてもう僕には見えてます。今高1年生、高校1年生の君があと2年後僕に泣きつく姿が見えます。だから今のうちに、明日は我が身、明後日も我が身、しあさっても我が身。スローガンみたいな。同じこと言います。ほとんど言わんでええよ。じゃあ浜さんのエピソード、いや浜さんのエピソードすごい、やっぱ同感です。高校1年生の人いると思うんですけど。何で伸ばしたチャレンジ1年生みたいな言うの。正直僕はね、皆さんメインの動画見てもらったら分かると思うんですけど、記憶能力低いんですよね。言っちゃえば長期でコツコツやって頑張る人なんですよ。ちょっと自分のあれですけど、はい、そういう人は高校1年生からやらんと反対とか無理や。うん、俺高校1年生から、僕高1のクラスから結構頑張って受験勉強してました。それでね、63位とかでギリやったんで、72人中反対理学部学科、俺みたいなやつやったら高1からやってギリだから、クラスからやればいける。もう圧倒的僕の個人的経験だ。どっちか受験生勉強ポイントです。あれ、声が遅れて聞こえるよ。この動画の方が出るの早いんや、関さんより。おい受験生、やばい、風強くなってきた。まあ、今回の模試企画、結果はここでは言えないけども、一つ思ったことがある。あ、サブ本当にできる人ほど、 A 判定とか B 判定出てる人ほど高得点を目指そうとしちゃうんだよね。俺今回正直鼻緒に勝たないといけないって思いが強すぎて、数学5問中1問捨てるっていう戦法をなんかちょっとやめそうになった瞬間があった。なんか全部解こうとして中途半端な点数になっちまったんだ。だからしっかりここで点を取るって決めたらそこは完投、ここは取らなくていいって決めたらそこは0点、それでいいんだ。二次試験は共通テストも満点取る必要なんかない。全科目80点、逆に言うと20点間違えられるんだ。どこで20点間違えるか戦略的にいこうぜ。全部解かなくてもいい、ただ間違えたらダメな問題だけは間違えるな。それで頑張れ。やばいですね。皆さん伝わってないと思いますか。始まった時期から風速が5メートルほど上昇しておりまして、ね、体感気温マイナス5度。いつも人間って本気にならないと身に染みないのよ。模試の時に気づいたよな。うわ時間足りへんかった、うわここのモル計算もっとやっとけばよかった、発展さんの計算ちゃんとやっとけばよかった。お前は特に思ったよ。なんかめっちゃ身に染みてる人2人いるんですよ。でな、でな、はい、模試の変化来ました。いやーまあここ間違ってたけどまあいっか、もうたまたまやなみたいな。そういうことやってるやつが受験でも同じミス繰り返す。な、でもそれってマジで本気でやった時に初めて分かるもんや。だから常に本番やと思いなさい。いかなる時も練習っていうのは結局本番の練習、いや本番のための本番の練習や。間違えたことに嘘をつかない、それが本当の力になって帰ってくる。しやろ。勉強もやめたくなるでしょう。でもさっきも花尾さんが言ったみたいに勉強をね結局続けていくんですよ。でも勉強できてるお前ら、お前らが偉いだけじゃないやで。勉強が嫌いなやつ、はい、嫌いなやついっぱいいるだろう、はい、好きになる方法教えてあげよう。お、勉強っていう文字、これの読み方変えればいいんだ。おお、つとむ強い、つとむ強い、つとむ強い、自分のことをつとむと思え、つとむ強い、つとむ強いと思ったらどうだ。勉強、勉強
ストーム強い、好きになってこないかお前それもストームが強いのだって自分には関係ないの、いや自分がストームじゃない、自分がストーム、自分をストームと思う、統一化するわ、だからリトル、リトルホンダってあれやろ、はいはいはい、あれはリトル、ストーム、全部全部ストーム、どの人物の中にもストーム、結構共感能力高い、高くないと無理やろストーム強いでいけ、お前たち、まだ女子にかけてもほぼ不可能やもん、まあ、いやさ、ストームちゃんもいるからちなみに俺の父さんの名前はおさむだ有名ですね、ちなみに俺の父さんの名前はひろしだ、俺の父さんの名前はじゅんじだ、じゅんっていいのかちなみにプロモルの本名はあー使えないですねちなみにマウカウネンの本名は猛光年だ猛光年猛光年猛光年なんとかに光量に光量ゆくを送るみたいな理白しかわからない理白ね俺が好きなことわざ、ことわざなのかあれはなんていう、古事成語、漁夫の利だ受験生的にはそう、隣のやつの回答、でも漁夫の利しちゃダメだぞあーちなみに、ちょ今思い出したけど俺の同級生に浪人してめちゃめちゃ受験勉強頑張ってたやつがいるんですけど、そいつはある日発狂して虎になってヤブに消えていった理長の話しとる、まあ、先生の理長ではないか、要は勉強も根を詰めすぎるとそういう風にね変化してしまうから虎になっちゃう、まあぼちぼちね休憩しながらやってください、あ、受験生に言いたいことがある、 OK やめようか生活リズムだけはしっかりと整えろ、大事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 、正直1ヶ月前からそれに直してもちょっと遅いぐらいじゃないですか、もう多分この時期もう12月とかからもう考えて12時越しちゃあかん、12時越しちゃあかん、お前いや4年間もいるとやっぱね12時やっぱ受験期僕はね12時ね9時起きでした、9時から寝た方がいい、そんぐらい寝ると昼寝とかね言い訳もできないから、いっぱい寝たからね集中して10時間勉強しようってなるしね、本番でもちょうどねピークの時期時間10時とか12時ではね頭はっきり咲いてるからちゃんとね寝よう、0時とか1時とかの時間見ちゃダメよ、寝よう、人生は睡眠や、超えたらあかん、受験生の皆さん君たちはこう言うだろう、よくもう勉強嫌だ、もう勉強しろ勉強しろってうるさい、もうやめたいって言ってるのに十分頑張ってるよ、ああそれも分かってる、いいよもうやめてもいいよ、勉強もやめよう、さあペン置いてノート閉じよう、なんもやめていい、諦めよう、ああもう十分やった、君たちはもう十分頑張った大和田常務みたいなほんまやめて、もうやめよう、なあはやめろって、やめろよ早く、どっちなん、勉強やった方がいいの、はい、やめた方がいいの、上手さってな、どっちだ、待って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 、価格外行きますわ、はい、今は今は勉強やめろって俺に言われて、いや花をやめられるわけないっすやって思った、そこの君そういうことね、その気持ちがまだあるんなら再びペンを握ってノート開け、そう思えなかったやつはそれも一挙、頑張るか頑張らんかは君が決めろ、以上、今このカメラ街にミサという女がいるいるのか、この女はな受験生にはあるまじき行為で24時間いつ LINE しても帰ってくるこの女はおそらく寝ていないこの女はおそらく寝てない、この前も5時に LINE して帰ってきた、朝のかと思ったら昼の3時でも帰ってくる、この女はいつ寝てるんだ、いや寝てる寝てる、それぐらい寝てない人がいる世の中にはいる、でもこれねマジで集中できないんだ試験本番はこんなことをやってるとよくないですね、はい皆さんはしっかりね寝るときは決めよう、寝る時間はなるべく決めた方がいい、何時から何時の間、11時から1時の間には絶対寝よう、それを決めてラスト頑張れ、頑張ってください、どけ引っ込んだろ10回ぐらい言ってないですよねあのな
さっきの睡眠の下りで補足したいんだが、勉強量かける質、一定の法則っていうのがあんねん。はい、全体力確定制限。これはつまりどういうことかっていうと、睡眠時間を削ってまで勉強量をとにかく増やそうとするやつ、それ意味ないです。なぜかっていうと、睡眠を削るとそもそも頭がひらめかない、パフォーマンスが落ちる。するとどうなるか、勉強時間かける質の質、勉強時間は伸びるけれども質が悪くなるから、結局プラマイゼロで一緒になります。ってことはどっちがいいか、じゃあ長時間寝て勉強の質が高い人と、長時間全然寝えへん人で、勉強の質悪い人、どっちがいいかって言ったら、最終的に得するのはちゃんと寝てるやつなんですよね。受験生は12時超えたらあかん、それだけ。周りの人への感謝を忘れるな。いいこと言ってる。今勉強できてるのは周りの先生、友達。いくつ？年齢いくつ？50歳ぐらいの教師何歳？もう周りの人の努力の末に成り立ってる。受験生先生じゃないですよ。だから今必死に勉強してもいいけど、ちゃんと受かって周りの人に感謝するんやぞ。いいこと言う。センター前日 YouTube で全然動画見てました。はじめ社長さんの動画を見た記憶があります。要はメリハリなんですよね。まあ、YouTube を見てもいいし睡眠してもいい。まあ、今この動画を見ていて罪悪感に苛まれてる人がいたら、すぐ画面を閉じてください。今素直に楽しめてる人はこのまま最後まで見ましょう。僕はカーリング見てました。僕はガキツカ見てました。そんなもんだそんなもんだろう。これが僕が当時使っていた世界史の資料集だ。なんで持ってるんですかね。オフィスにあったんですよ。そしたらこんなとこにね、書き込みがあった。ここホセリサールさんとアギナルドさんとファンボイチャーさんですね。マダガスカルじゃない。マダガスカル、そうれ。あれ、いかない。あ、そう、カイドドロンには気をつけてね。そう、俺もな、数学ひっくり返して書いてたから。数学反対数学こんばん。気づいてよかった。気づいてなかったらここにはいなかった。気づいちゃった。気づいちゃった。バーイ。お前ら見ろ、お前ら見ろ、これを。その哀れなものなんだよ。これはお前よく言うよな。DM で、あのさ、受験落ちました。なんやかんや耐えませんでした。甘い、甘すぎる。これ何や。これ何の例え、これ。あのな、お前ら簡単になんやかんや耐えませんでした、使いすぎやねん。あー、なるほど、なるほど。これ見てみろ。これは、こいつはこの無気力なビニール袋、こいつは無事に島に上陸したんですよ。何もしないのに。ああ、なるほど。つまりこいつの存在こそ何やかんや耐えた。そういうことやな。この存在よ。こんなボロボロやっても何の死んでも島に上陸した、勝手に。これが、これこそが何やかんや耐えたの状態。果たしてそれは本当に海から来たんだろう。つまりな。本当に。まあ、要は何が言いたいかっていうと、受かろうが落ちようが、人生というものを対極的に見たら何の宣伝を耐えてるんすよ。だからもっと現状に満足していこう。現状に満足していこう。あんま少ないですね。お前、落ち間違えた。落ち間違えた。現状に満足しちゃダメよ。みんな、その現状を打破するために勉強してるんだね。今のね、日本社会勉強したらね、やっぱまだいい感じのとこ行けるからな。いい感じのとこ。まあなんかいい感じのとこ。まあなんすか、でもそういう社会じゃないとこ多いじゃないですか。頑張っていこう。こっからね、逆転のチャーンス。軽いな最後。モチベーション、学力、現状維持ない説、これ今日唱えたいです。お、現状維持ない説。要するに何が言いたいかというと、何もしなかったら現状維持になるのではなくて、実は徐々に下がっています。あなたの学力、あなたのモチベーションは、逆に言うと何か努力をしないと現状維持にはできません。もっと言うと、
もっと努力しないとアップさせることはできない。要するに、まあ今こんだけの学力だから1ヶ月も同じぐらいあるだろうって努力しなかったら、実はあなたの学力が下がってる。しかもモチベも下がる。だから現状維持なんてないんだ。何もしなければ下がる。これ覚えとけ。頑張れよお前ら。そんな俺が紹介する本はこちらだ。どういう文脈で。何回も紹介だけど。心と体の女子ノート。今日のに一つだけ言いたいことがある。未来の自分の自由を奪うな。おお、大事。未来の自分に負債を抱えさせるな。結局な、今頑張れなかったことが未来のお前に負担をかける、未来のお前に鎖をつなぐことになる。人生の確率全化式っていう言葉、まあ今作ったんですけど、結局今の状態で未来の状態が決まるんですよね。過去は変えられない、未来は分からない。未来を変えるのは今の自分。今の自分が頑張れば自由に羽ばたく未来の自分が見えてくるだろ。ありがとう。ありがとう。受験生、最後の1秒まであがきましょう。だからね、フォアプレイがすげえ。いやもうね、せめて元気出さないともう寒すぎてやってらんないんすよ。マジでやばい。送りしよう。僕は受験のね、前日に見た原子物理の範囲がなんと当日出ました。これかけてなかったら僕押してます。最後まであがきましょう。何出るか分かんないよ。ファイター。ユードベリ定数出なかったやつ、安心しろ、俺も知らねえ。でもどうやったらそれが出てくるのか俺は分かっている。お、言ってみろ。受験っていうのはな、知識量だけじゃないんだよ。基本的な考えを知ってるかどうか、多さじゃないんだよ、エッセンスは何か。お、それが一番大事だ。いいよ、レント基本いいこと言うからね。トナカイ。中井くん、トナカイと仲いい。以上です。もう七五にしてくださいあかん。受験生、受験生。言いました。受験生を受験生と言い直し、言っちゃうのあるあるだと思います、受験生。今受験のその生活が地味だと思ってる人はいませんか？青春できてないなみたいな思ってる方はいませんか？でも青春っていうのはやっぱり人に見せるキラキラしたものじゃないんですよ。おお、自分の中にあるキラキラした感情なんです、青春というのは。みんなギスギスしてると思うんですよ。そうなんですよ。だからでも、もう自分の中にあるその志望校への志がキラキラ輝いてるんじゃないんですか？名刺ザット SV でその名刺を済ませ、静かにしろー。はーい。うるさいねお前。がうるさい。はーい。お前ここ俺の地元やから、おかんに聞こえるかもしれない。息子さん頑張ってますよって。あのな、俺受験生の時に自分のことをライフアスリートと呼んでました。どういうことかっていうと、受験生っていうのはアスリートなんですよ。で、君たちは自分自身がめちゃめちゃ 大事な選手の体ということを忘れてないか。だってそうでしょ、部活はみんなアスリートと思ってるよな。だから体のメンテナンスとか食事とか、まあいろいろ気にするじゃないですか。え、勉強も一緒ですよ。だってさ、君たちが3年間かけて、必死に3年間かけて仕上げてきたこのボディ、頭脳、それはもうアスリートの以外の何者でもない。お手伝いそうやろ。はい。何役にしてんねんお前。去年川さんがちょっともう寒くなるともうやばいんやって、ほんまに。まあこいつも昔はアスリートやってん、でも今ではこの様や。まあ許しましょう。ここら辺に昔の電源さんを写真。だから俺はもう自分の体と自分の頭脳をもっと大事にしよう。そして研ぎ澄ませよう、もっと生活を、暮らしを。お前じゃあコンビニ飯絶対食うなよ。それはごめん。ガチアドバイスします。
今これを見ている高校1年生もしくは、まあ、中3とはちょっとわからんけどな、まあ受験とはもうちょっと離れてる方に対してのアドバイスです。今から自分なりの勉強スタイルを見つけてください。結構ね僕らもねいろんな勉強論とか上げてますが、結局ねいろんなのを試してみてどれかはね多分自分にね合うと思うんですよ。そのねどれかハマった勉強の方法ルーティーンがないと高2高3とかで苦労するから、今のうちにね早く見つけとくとその後がむちゃくちゃ楽です。勉強の仕方わかんないって人ね結構いると思うんで、今のうちにね基礎をね積んでいきましょう。頑張れ受験生。受験生、私は最後の模試、本番前最後の模試で、タンパク質の螺旋二次構造のことを、まあ、アルファヘリックス、アルファヘリックスですね、ベーシですね、のことをアルファフェニックスと答えました。不死鳥不死鳥アルファフェニックスアルファフェニックスちょっとおもろいな。それはめちゃくちゃおもろいな。それめちゃくちゃおもろいな。珍回答にしたらクオリティ高い。面白回答ですよね。で、帰ってきた模試にはその採点官の罰とともに、フェニックスとは面白いんだですね、フェニックスですっていうマジレスの回答が返ってきて、そんな書いてくれんねや書いてくれんねや、模試やのにやったや。採点官さん、いつもお疲れ様です。お疲れ様です。何を伝えたいんですか。採点官への感謝を持ちましょう。お前ら見ろこの。そのくだり聞いたよ。お前ら見ろシリーズ。そのくだり聞いたよ。このビニール袋を見ろ。そのくだり聞いたよ。見たけど何。こいつは己の怠惰さに身を預けて海に漂着してしまった。道義のこと聞いた。哀れなビニール袋。繰り返し遠いコンテンツ。そう。こんなやつになりたいか。繰り返しは省略できます。英語は。うざまれ。ざっととか言ったらちょっと使いましょう。一つ問いたい。人間っていうのも一緒で、何もやらんかったらいつでこうなります。こうはなりたくないよな。なら勉強しよう。まあ模試の成績が悪くて、なんか志望校に出しづらいやつ。一つ俺の受験生の時に思った考え方。模試っていうのは、もし今が本番やったらってことでしょ。ってことは今は本番じゃないねお前まだ分かってる。だから模試はあくまでも仮定、模試やからどっちか分からなかった。模試ってのはあくまでももし何々ならっていう仮定やから。実践ずれてるんですね。実践ずれてるんよ。そう、まだなんよ。仮定を使える。ってことは本番は主説なんよね。おだからまだお前ら従属説で甘えとるやろ。細くねえだろ。福祉説で甘えとるやろ。そんなんあくまでも模試ってのは模試って仮定やお前。本番や。主説頑張ってこい。おい受験生、この世には2種類の人間がいる。おこの世には2種類の人間がいます。おルントとは違うのかな。どっちだな。主根速根型人間とヒゲネ型人間がいます。何それ、はい、あかん話してる今。何の話してる。なんであかんねん。だから分からんねん。何の話してるんか。それお前おしべとめしべがいますやったらまあ分かるけど。まあ主根型人間とヒゲネ型人間います。投資類か単種類か。はい、主根型人間っていうのは一つのことを軸にしてそこからいろいろと派生していける人間。合弁化系ね。まあ一方でヒゲネっつうのはあっちもやってこっちもやっていろいろやった結果どこに行けばいいか分からない。あ、稲麦トウモロコシ。あ、単勝で悪いってじゃあ。まあ自分の信念を貫き通せ。な、人間は全員総使用類であるべきやと俺は思ってる。だから絶対に一つ軸を通す。これが学科志望にも学科選びにも非常に大事になってくるから、それ忘れないように。遅くだけど今のは繁盛組織か闘竜状組織かでも言おうとした今非常に議論することができる。以上。言おうとしたのに今いや次それやなって言おうとしたら取られてもうた。受験生模試はね復習しましょう。この時期いいですよ。この時期は復習。誰いやね正直ね、この頃ようやくね学力一通りねまあ多分勉強終わって身についてきたと思うんですよ。今当時できなかった問題解けるんですよ。なぜかね、基礎が身についてるんで。そうするとね当時できなかったけど今はできる。これがね自信につながります。こうやってね
コツコツと自分のね成功体験自信を積み上げて本番に臨みましょう。1月2週目土日頑張れ。受験でいろんな大学行くやろ。センター試験、二次試験、その他もろもろいろんな大学に行くから、ぜひその雰囲気を楽しんでほしい。上級者向けのアドバイスやな。アトマスフィアを楽しむと、アトマスフィアを楽しんでください。ソリスフィアではない。大学合格不合格も確かに気になるけど、この全体がお祭りなんやと。受験っていうのがもう全部絶対重い。上級者ないってお祭り。だいぶポジティブやお祭りなんやと。だからもう全部を楽しみ尽くす、そういう思いで。それはすごすぎる。お前声がええわ。声がええわ。そういう思いで。うちの塾に欲しい。うまいっすよ。楽しんでこい。いや、この世には2種類の人間がいる。また始まった。出た。また次は何、どんな人間。観測がワセリンを塗る側か、ワセリンを塗られる側か。表か裏かだけね。表か裏かだけです。はい、対象実験。乗算ね、乗算。塗られる側の気持ちだったことあるか、ワセリン。窒息したつられねえね。まあまあまあ、まあ、正解ではない。呼吸できないですから、ワセリン。だから、いやほら、ハッパには感謝しよう。乗算ね。それだけやったんですけど。内容、内容。内容が内容。やばい。先生、もし今、体調を崩してしまっている人がいるとしても、焦らないでください。休むのがあなたの仕事です。それが焦るんだよ。いや、でも休むべきなんですよ。体調が、ね、早く治して でまた復帰する、それがあなたの仕事です。海でね、今小林にかけるのが私の仕事です。小林。ここでね、やっぱ勉強はね、自分への投資ですから。ここね、怠っちゃいけませんよ。素晴らしい、はい、親が言うナンバーワンですね。ナンバーワン、ね、実際そうなんですよね。やっぱね、ニュースとかいろいろいますけどね、最低限の教養をね、身につけてないんで、やっぱこれからの時代ね、生きていけないんで、ね、ちゃんと Do your best study。 年末、今年はガキ塚がないらしいな。そうなん、今年はガキ塚がないんだけど。なんでだ。ちなみに俺が浪人した時の受験生の時は、笑ってはいけない空港だった。笑ってはいけない空港の時の6時間、俺は多分ずっと笑ってたぞ。本当に浪人生なのに6時間ぶっ続けて全部見たぞ。だから年末ぐらいは休んでもいいんじゃないか。年末の夜ぐらい、なんかそこまで根詰めてやってももう多分あまり意味がない時期まで来ちゃってる。どちらかというとポジティブになれる、そしてモチベーションが上がる、そういう年末年始を過ごすってのも大事だ。だから俺はもう年末ね、年末の12月31日は完全休暇と決めて1日ずっとテレビ見てた。それでもセンター試験2年連続数学満点取ったから。強すぎる。それでもできるから。まあ国語ひどかったけどな、頑張れよ。受験生に一つうんちくを教えよう。受験よく読んでみてください。受験、受験、自由権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 。それ。自由権。はい。ここ自由権。受験っつうのは自由を獲得する権利、もしかして。権利です。自由権。あんま聞かないけど。結構新しい発想やな。まあ自由の権利掴むかどうかは自分次第。まあさっきも言ったけど、未来の自分を羽ばたかせてたたいなら。ぜひ今はね、束縛されててもやり抜いてください。それがきっと君の自由になる。以上。受験生。テンプレ。そこで考える時間作ってる。いや、考えてるよ。デンガーさんはね、今さっきもうこの時期になるとね、完成しちゃってやることあんまないんじゃないかとか言っていましたが、僕はね、2月18の慶応の試験で物理が全然解けなかったんですよ。全然できなくて、全然できなくて。あまりの絶望から反対物理25巻で全部解いたんですよ、3日で。やばやばすごい。そしたらロジックすげえな、お前。えでも絶望したから25年解く。精神すごい。いや、この前で落ちると思ったんですよ。そしたら
むちゃくちゃ物理のなんか真髄を理解したんですよ、この1回目の動画で。お前、自分で物理特攻やってる。理解するのかっこいいからってのがすごい。でもそれで僕、物理、KO が多分ほんまに20点とかやったんですけど、反対の物理、僕、6割7分ぐらいになってるんですよ。すげーな、すげーな。だから、相当から何やるかわかんないですよ。勉強は、こうやってね、1時間制なんですよ。こうやっていくから、このね、ここがね、いつ来るかわかんないんですよ。ペーハージャンプと一緒や。ペーハージャンプや。同じこと言ってる。そう、僕はペーハージャンプや。僕はこのペーハージャンプはね、二次試験のね、1週間前にしたから。すげえ。危なかった。一個言うと、はい、まあ、3月か2月に出る俺の本、はい、ほぼ同じこと書いてある。学力が伸びるのはそうそう、そう、ペーハージャンプ。ほんまにそう。いやマジで、なんかね、なんか繋がるんですよね。同じこと書いてある。あ、このここって これってこういうこと言ってないんやって、なんか全部がなんかビーンって繋がって、もうこのもん、あれもう俺物理全部解けるわって思ってました。でもほぼ解けました。はい、その回科学は4割ぐらいだったんですけど。まあせやな、どうしようかな、まだ言わんとこ。まあ、もう結構暗いぞ。お前佳境に来てますよ。もう顔見えんくなってきたな。まあ電眼といえば多分、まあ、理系科目が得意みたいなイメージでね、みんな思ってるかもしんないけど、実は阪大の入試本番では英語が一番できたんだ。英語がなんとな、多分6割か7割あったんじゃないのかな。意外とちゃんとやってたことが報われた瞬間っていうのがあったよね。本番の90分、英語90分なんだけど、どう過ごすかをめちゃくちゃ戦略立てていったら、もう素晴らしい90分を過ごせて、もうそれはそれはもうラスト2分ぐらいはもう何もしなくてもいいぐらいの、もう焦りもなく試験終わることができたっていうのは、それ事前準備をしたからだ。しっかり事前準備をしたら、苦手科目でもそういう奇跡が起こる可能性だってある。あれ実は半分いってなかったら俺落ちてるからね、多分。みんなも最後まで諦めるな。でも年末1日くらいは休んでもいいんじゃないのか。いや、ダメだ。ダメだ。もしっていうのは、本番っていうのはあと少しの記号一つの間違いか正解かで合否が変わる、そんなスポーツなんです。でも虫見れるかな。俺の友達東大 0.7 点で教えた。いや、瀬戸際なのよ、もうすべてが三途の川の。だから三途の川死んでるけど。終わってる。受験死んで三途の川も終わり。だからまあ地獄じゃん、もう。ほんまに一点の重みをなめるな。一点の重みをどんぐり一つ逃すな。それだけや、それだけや。それだけや。確かに1秒たりとも無駄にはできない。あ、もう分からんな。いや、1秒ならまだ無駄にできる。それぐらいの秒はある。さっき揚げ足おじさんが、揚げ足おじさんが最近の俺のトレンドで、みんなの意見を否定するっていう。最悪すぎる。最悪すぎる。1秒たりとも無駄にできないと思い込んでるかもしれない。でも結局そんなもんは誤差なんだよ。誤差、気にしてろ。その1秒惜しんで勉強するよりも、周りの人と他愛のない話をするとか、そういうことに時間を使え。勉強は別の時間だってできる。それは同意しか出るんだが。同意しか出ます。バリうざい、バリうざい、バリうざい。いや、受験はね、1秒大事っすよ。僕はね、資金時間の1秒は大事。あ、なるほど。それ大事。でも試験時間外の1秒はほとんど変わらない。1秒、その1時間きペースで考えるならまだ分かります。でも 1秒だったらそんなになんかもう気にしてもなんかあんま意味ないっていうか。あのマンションとかの人どう求めやろ。俺らのこと見たら。一つだけこれ最後に、もう俺これのメッセージで終わってもいいぐらいなんだけど、俺の友達に兄弟志望のやつがいて、ずっと兄弟 A 判定のやつがいたんだ、浪人の時。そいつが最後センター試験でこけて阪大にしたんだ。おう、本番。おう、するとそいつは阪大落ちたんだ。マジ。すると阪大そいつは落ちた。なんで、なんでかは分かんない。つまり本番の魔物が住んでるということだ。つまり甲子園の魔物とかいろいろ言うでしょ。でも受験には見えない魔物が実はいろんな受験生を蝕んでる。これ実は本当に気づいてないだけなんよ、俺らが。受かってるから俺らを。だけど、ね、実は俺らの陰にそうやって落ちていったやつがいっぱいいるってことは本当に気づいてほしいし、多分そいつもあと何点かで落ちてると思う、学力的に。だから1点2点の差だから、あの G スルフィの結合書いとったらな。ただ用語書くだけだったらいけるよなとかね。試験本番は
隅から隅まで解けない問題がないか探せ。本当にその1分で合否を変えるかもしれない。兄弟判定でも判断落ちてる友達俺は知ってるぞ。だがしかしな今なんその落ちた先にも事実なんだよ。だがしかしなその先にも未来は転がってる。それはほんまそう。俺は明大に現役で落ちて今阪大にいるやろ。確率難しいな。難しいで、ありがたい、ありがたい。人生っていうのは本当にまるで盆栽。盆栽どこに曲がっていくか分からない、唯一無二の個性を作り上げる、そんな作業なんですよね。今俺は明大に落ちて阪大に行って、阪大に行って俺はエリート企業に行くのかなと思いきや YouTuber になって、まあグランサガのアンバサダーやらへんみたいなねやって、今こうしてアンバサダーにも命じられて小栗旬さんの横にいると。同格の雑誌小栗旬だった SV 小栗旬だった SV だからほんまにねうるさーい、うるさーい。だから言いたいのは、落ちた先にも人生は行くし、人生は広がってるし、受かった先にも人生は広がってる。だから頑張った自分、やりきった自分を認める。うん、それ以外はもうどうでもいい。はい、今日の授業は終わります。ありがとう。確かに最後一つだけ、大学3年生の時に花尾は俺三菱重工行くかなって言ってました言ってた花尾言ってました。しかも言った超大企業、しかも内定した企業全く違うところやった違うとこ花尾だから一時期は大企業を目指す花尾もそこにそう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 なんですよね。三菱重工ほんま何が起こるか分からん、マジで分からんというね、そういう補足です。今のいやほんまに、はい、尽くしたい。僕ラスト言います。ラスト、まあなんで勉強してるんやとか思うかもしんないですけど、それは結局ね、言ってしまえば自分が後悔しないためなんですよ。今勉強しない自分は未来の自分からすると結局ね、後悔の対象に当たるんですよ。なんであの時勉強していなかったんだろうなって思うんですよ。絶対に未来のね自分に失望されたくないために今頑張りましょう。あ、これほんまにめちゃくちゃ大事なこと言います。毎回言ってるけど、めちゃくちゃ大事なこと言います毎回言ってる。あのな受験生、お前たちはアスリートやろ。アスリートって何のためにアスリートしてるかって言ったら、試合で最高の結果を出すためにアスリートがいるんですよ。カレーのスターね。な、完璧じゃないステージならやらない方がマシよ、レイラさんが言ってます。はい、受験生、正直何の歯今のめっちゃ気づいたみたいな気づいたみたいな、あ、そういえばこれ言ってなかったみたいな雰囲気出すなよお前急に今とんでもない風が腹の中に入ったほんま気散るわこいつマジ気散るわはい、で受験生、はっきり言って 100% を出し切れないようなら受けない方がマシです。そんなことはない、そんなことはない、そんなことはない、いや違う、そうじゃなくて言わして俺が言いたいのは、 100% を出し切れるような準備をしてこなかった受験生に対して、俺は受験を受ける資格ないよって言いたいんですよ。君たちはね、あの本番のことを多分舐めすぎてる人が多いと思う。おいおいおい、聞けよちょっと話いや、お前のターンないいや、お前らにもあの言いたいから、お前らマジじゃあもうカメラ外で言うてお前らにも言いたいからあの、だから受験っていうのは1日で終わるんですよ。君たちの3年間してきた全ての頑張りをこの1日のたった6時間の試験時間に全てを集約して出すっていう必要があるんですよね。なのに君たちは目の前の勉強に必死になって本番のことをね忘れすぎてないかっていうことなんですよ。で俺計算した、さっき計算したんやけど、みんなが喋ってる間にこの3年間の勉強時間に対する受験当日の1秒の価値、これなんと1000倍です。おー、これ計算しました。1日6時間365日3年間やったとして、これけあの計算するとまあ大体6500時間です。なるほど。で受験の時間って大体、まあ、じゃあまあ英語理科数学全部やったら大体6時間ぐらいなんですよ。で単純に待ったらこれ1000分の1ですね。なるほど。1000倍だ。それぐらい本番っていうのはめちゃくちゃ大事な貴重な貴重な1秒やのに、そこを軽視してるやつがあまりにも多い。だから本番と同じ価値を持った勉強を心がけてください。
ごいこと。だから模試も大事やし、過去問対策も大事なんですよ、時間計ってね。いや、模試は模試だ。模試、まあ、もし今が本番だったら落ちてたね。そういう家庭法なんだよ、模試っていうのは。だから模試って名前なんだ。そういう風なやつは落ちます。そういう舐めてるやつは落ちます。模試は模試やけど、模試は模試やから。それだから、別に本番を大事にしてるのは一緒やから。だから模試を軽視した結果、本番でああもしこれが本番じゃなかったらななんていう半日仮想の模試になったらあかんです。マシ、そうそうそう、マシかもマシ、マシかもマシの方になったら、そういうやつはマシっていうやな。模試模試じゃなくてマシっていうやな。それ名言っすわ。という感じで、まあ最後名言が出たところでね、今日は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、残り2ヶ月頑張ってください。頑張れー。えいえいおーえいえいおー2。